デトロイト大都市圏における日本人の歴史ではデトロイト大都市圏での日本人の活動履歴について解説する。ワンワールドマーケットの場合の日本食品店2002年においてデトロイト大都市圏の日本人系の人々は6413人を数える。この地域はウェイン軍、オークランド軍、マコーム軍の3軍部をも含めた地域である。 アジア系の人数としては第5位を占めている。その年にスターリングハイツからキャントン軍区の半月状の地域の中の中心に日本人は住んでいた。2002年には日本人の大多数はの倍、ウェストブルームフィールド軍区に住んでいた。しかし2013年4月現在2666人の日本系の人々がの倍に住んでいる。 ウェストブルームフィールドは3位、ファーミントンヒルズは4位である。多くの日系の会社がデトロイト大都市で活動している。1999年現在、日系人が所有、またはコントロールしている320社の多くはデトロイト大都市圏にある。デトロイト日本商工会には2003年に日本関連企業の352人のメンバーがある。 日本祭を2003年から行っている。デトロイトに最初に日本人がやってきたのは1892年であるが移民が次々と押し寄せてきたわけではない。だが第二次世界大戦の終結に伴い日系人の強制収容が終了すると日系人が主にカリフォルニアから最初の大きな波となってデトロイトとその周辺にやってきた。 1951年には約900人の日系人がデトロイトに住んでいた。多くは近郊のハイランドパーク市に居住し、残りはデトロイト市に拡散して住んでいた。1970年代には多くの日本人グループはミシガン州のトロイ地区に定住していた。デトロイト日本企業協会の理事長、中浜翔太郎によると、その後、レンタルのアパート、 コンドミニアム、家屋が、ウォールドレークや、ウェストブルームフィールド、アナーバーのバ地区など西の方に移動してきた。デトロイト日本人会は1972年頃、設立された。デトロイト日本語学校は、当地の日系企業により1973年に、設立された。同じ年、日本祭が最初に開催された。 1982年には50の日系企業が支店をデトロイトに置いていた。1980年代までは日本の自動車産業がアメリカ合衆国に積極的に進出したことからアメリカ国内の自動車製造会社では日本の会社が米国人の仕事の減少の元凶であるとしたため反日感情がデトロイト大都市圏に現れた。 1978年の石油価格高騰でアメリカ人は低燃費の日本車に関心を向けるようになったためミシガン大学政治学教授のジョン・キャンベルは1980年代にこれは味噌も糞も一緒にしたパニックであると述べた人々は日本について悪く言ったが誰もそれが真実であるか知らない人々は歓楽街でトヨタ車を 大きなハンマーで打ち砕いた。デトロイトの労働組合の主催で日本車を壊すイベントが行われた。日本車に乗ったドライバーへの高速道路での発砲事件や日本車の損傷事件が起き、また、ホンダ、トヨタ、パールハーバーと書かれたバンパーステッカーも売られた。街角、ラジオ、テレビで反日発言が聞かれるようになった。アジアンアメリカンドリームス。 ザエマー・アージェンス・オブ・アン・アメリカン・ピープルの著者、ヘレンジアは、政治家や著名人が、日本人に向けた明白な差別的発言を無責任に、していたと書いている。ミシガン州選出の会議員ジョン・ディンゲルは、悪いのはあの小さな黄色い男たちだと言い、クライスラー社の会長、リーヤーや国家は、冗談めかして、核爆弾を日本に落とせばいいと言った。反日感情のせいで、 アジア系の顔をしているのは危険だと思われるようになったとジアは書いている。日本企業の従業員とその家族はメトロデトロイトでの反日感情を知って不安を覚えるようになった。1982年にデトロイト都市圏において自動車産業労働者がビンセントチンという中国系のアメリカ人を殺したが、これは日系アメリカ人と間違われたからである。 2009年10月27日のデトロイトフリープレスという新聞はこの殺人事件はアジア人に対する反民族主義の醜さと危険性を気づかせてくれたと述べた。日本国内ではチンの殺害はアメリカ文化の残虐性の一例であると考えられた。チンの死からしばらくの間デトロイトを訪れた日本の報道記者たちは 皆、ヴィンセントチームの訪れたバーに足を運んだことを伝えている。1980年代中期までに反日感情は特に若い年代では減少した。アメリカ政府及び産業界の指導者の反日感情はトーンダウンした。デトロイトにおいては日本製の自動車はブルーカラーの労働者間にも増加した。1991年に AP 通信のシャロン講演は1981年から反日感情はほとんど減少し、米国自動車産業組合員も日本車製造に携わることになったと述べている。彼女はデトロイト大都市圏で政治家やクライスラーの議長などが日本自動車産業へ対してこうに悪口を述べているのでジャパンバッシングはなお存在すると付け加えた。松田のミシガン州。 フラットロック工場は、米国自動車産業の心臓部での最初の創業である。1992年までの10年間に、この地方の日本人人口は3倍に増加した。前期のシャロン公園は、ミシガン全州の日本人のコミュニティは小さく、マイナス6000名からせいぜい8000名体である、一時的であると書いた。1990年には、デトロイト都市圏において、 米国籍を取得した日本系の国外居住者は3500人に達した。1992年時点でデトロイト都市圏において日本人は5000人、約270社の日本の企業があった。地域の病院は特に日本人のためにサービスを始めた。1990年までにクライスラーはミシガン州サウスフィールドに支店がある。 三井物産から鋼鉄を買っている。1990年までには、デトロイトに支店がある日本企業はほぼ300に達した。多くの自動車産業、大きな経理会社も日本人を雇った。同じ理由で、リッキンソン、ライト、ムーン、ファンズセンフリーマンという大きな法律事務所が日本人を雇った。土地の病院も日本人の治療に対し、 要求に応じるようになった。ノバ外の一軒のホテル、シェラトンオークスは、日本マーケティングのための指導者を雇った。1990年には、土曜日だけ授業する日本語学校が3カ所で、開かれていた。1990年代に、複数の日本自動車会社は、ミシガン州 M-14 週間高速道路筋に、店を開いた。 日産自動車は1991年の11月にファーミントンヒルズにオフィスを開いた。加えてトヨタは技術センターをアナーバーに設立した。これらのオフィスが設立されることで多くの日本人がの倍に落ち着くことになった。1993年に在デトロイト日本国、総領事館がミシガン州とオハイオ州の増加する日本企業と、 日本人住民の便宜を目的の一つとして設立された。1996年時点では4084人の日本人がデトロイト大都市圏に住んでいた。1997年までにその数は4132人に増加した。1999年にミシガン州の8100人の日本人の大多数が南西部のオークランド軍から 週刊高速道路696号線に沿った細長い人口密集地域のファーミントンのバイウェストブルームフィールドに住んでいた。デトロイトはゼネラルモーターズの企業上下町であるため、日本社の台頭により、経済が悪化した記憶が2000年代以降も残っており、工場労働者がアジア系の人物に対し非友好的な態度で接することもある。 1999年時点で多くの男性の日本企業の勤務者はデトロイト大都市圏のオークランド軍に帰国するまで3年から5年、妻子を連れて派遣されていた。1992年当時、日本企業の多くの女性は米国へ派遣されるような高い役職についていなかったので、日本人の女性専門職は送られてこなかった。1992年時点で、 日本人女性の多くは家庭を守る主婦であった。しかし、語学の障壁があるにもかかわらず、日本人女性は米国において社会的ネットワークを作っている。日本デトロイト女性社会協会、すなわち JSD ウィメンズクラブは1991年5月に創立され、1992年3月の会員数は230である。 多くの会員は松田、三菱自動車、トヨタの従業員の妻である。現在のところ、フルタイムの日本人学校はないので、日本人の生徒はアメリカの学校に通学する。多くの日本人生徒は、親と同様に3年から5年滞在し、米国に移民はしない。1991年に、前期のシャロン公園は、ミシガン州に住む多くの日本人は、広い土地。 大きな家とゴルフコースといった、公害的ライフスタイルを楽しんでいると書いた。彼らは、アメリカンドリームの生活をしているが、アメリカ人になろうとは欲していない。翻訳業の泉鈴木は1991年に AP 通信の記事を引用して、日本に帰った日本人はアメリカ人のように行動していた人物ほど、困難にぶつかるだろうと述べた。松田は、 アメリカの日本人勤務者に対し、一つの集団ばかりに群れるべきでないと示唆した。公園は、松田の示唆を、日本人は、排他的になるなという忠告と受け取った。あやこ木下は、プライスウーダーハウス・クーパースのパートナーの妻であるが、当地における文化的な生活アドバイスを日本語で書いたニュースレターを発行している。デトロイト大都市圏には、 全日制の日本人学校は存在していないため、日本国籍を持つ生徒たちは、アメリカの学校に通学するのである。日本語で学生に補完的教育を行うデトロイト、日本語学校、別名デトロイトリンゴ会補修授業校は、の場合で行われる。この学校は1973年に、日系の会社により設立された。寸大国際教育センターと提携する。 寸大ミシュガン国際学院、旧コービー国際学院が、の場合にある。以前はの場合のピーチツリープラザ、ショッピングセンターにメインキャンパス、ウエストブルームフィールドにウエストメープル校を置いていたが、現在はの場合のパインリッジセンターに校舎を置いている。同校は1993年に9月に、吉久小林によって設立され、当初は、夕方からのアフタースクールと土曜日の補修校としての、 教育を行っていたが、1999年に全日制の学校が開設され、翌2000年にミシガン州教育省へ登録された。現在の校長は大高人市である。2008年時点ではミシガン州内における日本人を対象にした唯一の全日制学校であり、年間授業料は1万ドルであったが、60人の生徒が 入学希望のウェイティングリストに登録していた。認定学校ではないため、同校には、州からの公的援助がなく、それゆえ、MIP のような州が定める、学力試験を実施する義務はない。虹色ジャパニーズ・イマージョニー・エレメンタリー・スクールは、日本語と英語でのバイリンガル教育を実施している、ミシガン州、リボリアの公立小学校である。その前身は、 特別認可学校の日の木インターナショナルスクールである。1950年代、ハイランドパーク市のトリニティメソジストチャーチは日系授への宣教を行った。ありがとうございます。